皆さん、こんにちは。こんばんは。清水の氏です。今回は、海城中学校2024年度の問題です。折り返しの基本的な問題。それではやっていきましょう。はじめ、この三角形を折り返してこっちにやっていくんですね。この時に大事なポイントとしては、三角形 BCE と三角形 BC'E の三角形は合同の三角形です。ってことは、合同だということから、対応したところ、ここも26度だということがわかります。そしたら90度から26度、26を引けばいいので、90度引く26度かける2という形で、90度引く52度ということは38度だということがわかります。なので、ここが38度、そしてここが90度ということは、ここの角度が出てきますね。180度から90引く。そして38度引く。短縮するんであれば、90引く38すればここが出てきます。ってことは、答えは52度と出てきました。なので、ここが52度ということがわかります。そしたら、角 A は180度から52度引けば128度だということが分かりました。他にも気づくこととしては、この錯覚から52度というところも、見えてくれば、もう少し早くできます。よかったら皆さんもやってみてください。そういった形で、今回角 A は128度は正解です。それではまた、バイバイ。